はい、どうもこんにちは、ぷんぷんです。今回は大広場を使ったデッキを作ってきました。はい、デマーシアは最強という風な感じで、はい、スカウトデッキになっています。まあ、このデッキマジで強えわ、やばい。うん、多分ね、このデッキ握ってれば簡単に俺マスターいけると思う。本当にソロレベルで強すぎると思っています。はい、まあ内容としましてはね、まあ大広場を出してしまって、あとはほとんどチャレンジャーがつくので、バン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 行っていく。でそれでね、もう簡単にねレベルアップ条件も稼げるというところで、まあスカウトの相性がマジでいいのね、大広場。うん、案内人ともいいし、レンジャーとでもいいという風なところで、まあ強いという風なところです。まあもうこんなのね、試合見ていただければわかると思うので見ていただきましょう。まあデッキの内容は概要欄に書いてありますが、行っていきたいと思います。ジャギドが3、フェザー2、決意2、スティール3、強襲3、怪我も2、スライド2、ウェイ3、フォーチュー3、広場3、リポスト2、案内人3、レンジャー3、クイーン3、エルムハート3という風な感じになっています。デッキの使い方などは試合見ていただければわかると思うのです。それではどうぞ。はい、マッチングいたしました。お相手はナッパブラウムという風な、ナッパじゃねえわ、はい、マッチングいたしました。お相手はブラッドミアナッパという風な感じですね。もうここはこれでいいかなと思います。これでいきましょう。はいはい、まあ悪くはないかなという風なハイパイですが、はい、傷を打つを求めと、はいはい、ちょっと嫌ですけどね、あいつ。まあここはブロックしましょう。はい、ブロックしちゃっていいと思います。次、まあバリア張りつついけるので、ここはバリアしていきましょう。はい、で、あ、フォーチュン引ける、ナイス。まあここは、はい、バリア張りながら行きましょう。うん、でお相手傷持つ乙女と、まあここはじゃあ普通にね避けて行っちゃえばいいかなと。まあお相手アイアンエリクサーとかあったとしても関係ないかなという風なラインですね。はい、オッケーオッケー、取れると。うん、悪くない。でパスと。まあ次はフォーチュンぶち出しちゃっていいかなと思います。ジャギドと、はいはいはい。いやー、ちょっと待って、あれめんどくせえな。まあ出しましょう。はい、出しちゃっていいですね。微笑まねえよと。はい、オーケーオーケーオーケー。で普通に次は、あ、スカウティング、これ引けたか。まあただこれがそうだな。まあここ案内人にね、はい、案内人にしましょう。あ、でポロ、あ、ナイス、すげえいいじゃんスカウト。はい、でここは普通に避けていきましょう。うん、これでいいと思います。はい、行きましょう。でお相手は吸血と、まあ何かしらバフかかるカードがあったと。オッケーオッケー、ドゥドゥドゥンドゥンドゥンと、はいはいはい。まあここは2-4、こいつらでみんなでアタックしちゃっていいので、行きましょう。これでオッケー。はい、うん、ズダダンダンダダンと、はいはいはい。ブロックしてこない、結構強気だな。オッケーオッケー。でここで乙女は燃えていく、はい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 。ただオーバーパワーがちょっと嫌ですけど、ブラミ、ブラミ死ぬ、死なないよね、まだブラミで吸収されて。ここはジャギド出しましょう。はい、ジャギド出してってでいいっすね。ジャギド出しましょう。はい、俺抜きで始めやがってと。乾杯しようと、はいはいはい。まあここは6ブロック、ブールは疑わぬでいいかなと思いますね。これでかレイバー打っちゃっていいかなと思います。最悪レイバーぶちつけて、まあこれの当たりどころが良ければいいかなと思いますね。これでいきましょう。はい、うん、まあどう当たるか。 OKOK、 スカウト残ったのはでかいですね。はいはいはい、うん、悪くない。オーケー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 。まあちょっと顔面にも入ってほしかったかなというふうなところもありますが、ここはジャギド、まあ焼き鳥でもいいか。うん、パフィフンと言ってもらって、でパスと、実に素晴らしいと。でバロール、まあここはクイーン出していいね。はい、案内しでやるよと、はいはい。あの匂いがねえと。まあここちょっとなだれあったらやばかったか。ただまあなだれはねえと。はい、まあここは避けて、そうですね、これでいいと思います。ドン、はい、うん、でパスと、ズダダンダンダダンと、はいはいはい。そうだな、なだれあったらやばかったか今で。ナッパ、はい、ここはもう勝ちっすね。1マナじゃお相手何もできないので、ジャギド出して、はい、オッケー、GG。
イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はルシアンゼドという風な感じですね。ここは全マリしていきましょうか。はい、全マリしていきましょう。うん、特にそこまでいいハイパイではないかなという風なラインなので、で焼き鳥引けてると、あ、警戒もう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 、まあここはピュッフュッフュンと行ってもらいましょう。はい、でブチ当たり行きましょう。オッケーオッケー。でパスと、まあ次は普通に、まあ、案内に引けると。でルシアン熱くなってきた。はいはい、まあ次はね、フォーチュンぶち出してお相手のルシアン取りに行けばいいかなというふうなラインですね。はい、フォーチュン行きましょう。喧嘩なら買うよと。まあここで大広間とか、あールシアン、あいるのか。はい、ここでいいと思います。 OK。 はい、まあレベルアップしちゃうんですけど、あレベルアップじゃねえわ、バフがかっちゃうんですけどね。まあ仕方ないかなというふうなラインですね。はい、でパスと。 OKOK。 まあここの10点通しちゃおうかなと思ってます。最悪、あーでもフォーチュン引けたから、いやでも通そうかな。まあ最悪ここユニット並べてくれるなら嬉しいかなというふうにもあるんですけど、まあまあそうですよね、普通にアタックしてきますので、まあここはじゃあパスしましょう。 OK。 はい、まあここは上級戦より間に行きましょう。あーいいね、ナイス、すげえいいの引いたなマジで。で長老、まあここはパスしましょう。はい、うん、で老師、はいはいはい、これ何、 OK、 味方にバフと、はいはい、関係ねえな。じゃあ普通にここはね、はい、案内に出しましょう。んでチャレンジャー引いて、まあここでルシアン来たらちょっと嫌なんですけど、ただルシアン来たとしてもそこまで大変ではないかなと。はい、ここでみんなでアタックと。うん、特にまずいことにならないのでこれでいきましょう。はい、考えて動くの、よしよし、いいね。でお相手はそこに対して何をしてくるかと。まあここバリア張ったとしてもそこまで美味しくないですし、まあまあいいかなというふうなラインですよね。はい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 、 OKOK。 はい、打点入っていく、いいね。うん、悪くない、悪くねえだろうというふうな感じなんですけど、うん、まあ打点が入っていく。一応壁もいるので特に怖くはないかなというふうなラインですね。はい、教えてやろう。まあブロックはされていく。まあしっかりとここはレベルアップ上げたいっていうのもありますし、ここはねズダダンダンダダンと入ってもらって、 OKOK、 残り7と。でホワイト開始に何か出てくるのかな。まあ上級戦がめっちゃいるんですけど、まあ樽でもいいかなと思いますね。次ゼド、はいはい、ゼドはそこまで怖くはないかな。まあお相手ここでスライド打ってくるようであれば警戒網でここぶち取ればいいからそこまで怖くないし、うん、 OK 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 OK。 ナイスナイスナイス。で連結と、連結もナイス。長くはかかる、はいはいはい、我を捉えられるか。まあここはじゃあ普通にイエティだけブロックしようか。はい、イエティだけブロックでいいかなと思う。ああでもそうか、そうすると危ないな。お前の道は決まった。一応ここで怖いので警戒も、はい、打ちながら取っていこう。まあお相手リポスト類があったらちょっと嫌なんですよね。で通されたら負けなので、でお相手そこに対して退却と。 OKOK、 特に退却は関係ない。はい、でゼロが1マナで出てきてスライドかましてくるとかっていう動きかな。まあここは特にパスしちゃっていいので、はい、退却出てくると思います。でランドマーク、ああなるほどね。ただこれが出てくるなら上級戦行きましょう。はい、特に怖くはないと思います。うん、火薬だる、あースライドか、それでそれでスライドという風な感じかな。そういうことか、それでスライドかましてくるってことか。火薬だる打ってもバフがかかんないからユニットにすれよ。ユニットにしよう。オッケーオッケー、ユニットにするわ。オッケーオッケー、ユニットに。で、ここで1マナで先制復帰が来たとしても、で、先制復帰スライドが嫌ですね。うん。はい。で、まあ多分スライドあったらスライド打ってくるでしょうというところなんですけど、一応ね、フォーチューン。オッケーオッケー、スライド。はいはい。まあここはパスと、はい。んで、ここは、パスしましょう。オッケー、はい、生き残るは強者、強者のみと、はいはいはい。
まあここは打点通しちゃっていいかなと思います。無理にブロック行く必要ないのでここはパスしましょう。はい、なんてひどい。で普通にフォーチュン出しましょう。はい、フォーチュン、幸運の女神は微笑まねえよと。でここはまあパスしちゃっていいですね。でフォーチュン引けると、オッケーオッケー。まあここ2424でぶち当たりに行って、オッケー、はい、うん、悪くない。で多分お相手ブロックしてくるかしてこないかと。まあ次オール1点ぶちかましちゃえばいいから。で警戒も、はいはいはい、特にここの警戒もはそこまで怖くはないですし、いいかなというふうなラインですね。はい、ズダダンダンダナと。でここは上級戦員出しましょう。あーなるほどね、盗賊とかいんのね。まあここは上級戦員ぶち出しましょう。はい、上級戦員ぶち出して横を広げましょう。そうですね、横を広げましょう。はい、で焼き鳥、あいいね、ナイス。チャレンジャーはナイス、マジで。うん、でゼドぶち取ればいいから、オッケー、ジージー、イエス。はい、マッチングいたしました。お相手はルシアンゼドと。まあここはこれでいいかなと思うけどな。まあこれ全1だけ持っといてにしよう。オッケーオッケーオッケー、そこまで悪くない。で連結、まあここはジャギドいきましょう。たまんねえなと、はいはいはい。でロッシで何かしらがバフかかるのか、これバフかかると。まあここはパスしましょう。オッケー、はい。でお相手が何をしてくるか、ルシアン邪魔をするなと。じゃあここはバリア張りましょう。はい、援護していただいていいっすね。オッケーオッケー。でここは3222でぶち当たりに行っちゃっていいので、はい、行きましょう。よこしなと、はい、行きましょう。で、はい、連結します。ここ打っちゃっていいかなと思います。多分一応警戒もあるので、うん、はいはいはい、オッケーオッケー。でセナ、やーだなあのライン。まあパスしましょう。はい、まあ次はブロックしなくていいかなと思います。はい、ここ案内人出しちゃってお相手がアタックしてくるならここはそのまま通していきます。オッケー、はい。で案内人出しましょう。波とは、うん、でパスしましょう。 OK、 はい。でランドマーク、あーいいね、ランドマーク出しましょう。はい、いいね。で引きつけて取っていけばいいかなと思います。お相手のルチアン、オーケーオーケーオーケー。まあここは、はい、バリアぶちかけていきましょう。任せて、任せてと。はい、でセナ引きつけてでもいいけど、セナ別に取んなくてもいいか、ここ。まあこれでいいか、うん。で4-3でルシアン引きつけていきましょう。はい、鋼の盾よと。これでいいと思います。これでいきましょう。まあここでお相手がリポスト類がなければいいかなと思うんですけど、まあ警戒網だったら無理だからね。あーストライクとかあるか、なるほどね。 OK しましょう。はい、うん、ドンドンと。 OKOK、 まあ次は案内人出しちゃって盤面横に広げながらクイーンでルシアン取っていけばいいかな。大広場でセナ、いやだなセナ。まあここある案内人行きましょう。はい、危険な海域、まあアポロ、まあここはユニットを減らしまってもいいかなというふうなラインなので、無駄だと。はい、これでいいかな、これでいきましょう。 OK、 はい、うん。まあ警戒網があるので、 OKOK、 俺も警戒網がある、俺もって言ったんですけど私も警戒網あるので、ここは警戒網ぶちかけましょう。はい、これでいいですね。 OK、 まあ2枚目の警戒網はちょっときついですけど、あとは果たし合いか。まあその返しにスライドもちょっと嫌かなというふうにもありますが、 OK 取れた。はい、ルシアン、ルシアンと、ルシアン、ルシアンと、はいはい。まあここイルポロは別にいらないので、
ブロックに行っちまってもいいかなと思います。で、お相手ここに対して、あ、特に何もしない。で、ジャギド、まあ、ここはクイーン行きましょう。はい、狩りの邪魔は誰にもさせない、はい、させねえと。必ず見つけ出す。で、引っ張りハンティングしてって、セナブチトリーの次ジャギドでセナトリーのレイスね。はい、まあここは普通に流れは前に、これでいいっすね。 OK、 近づかないで。はい、なんや退却、ああなるほどね、退却とかあると。 OKOK、 特にそこは関係ないかな。うん、でセナは取れると。まあここジャギド出しちまってもいいので、で長老、まあジャギド出しましょう。俺抜きで始め、はい、俺抜きで始めやがってと。はい、でセナが出てくると、死者をもほふると。流れる祝福、まあここはこれでいいっすね。はい、ゴー。うん、まあこの戦線復帰で何かしら多分ユニット出てくると思うんですけど、もう来てたのか。セナ、女には秘密があるの。ルシアン、危ねえ、やば、ひでえもんだ。ああ、やばいね、最後の押し屋だ。セナー、セナーと、はいはいはい、ズダダンダンダ、なんと。まあ一応ブロックユニットはまだいるから大丈夫かなと思うんだけどな。あ、エルムハート、ナイス。熱くなってきた、熱くなってきたと。はい、ここはまあ通しちゃっていいかな。通しましょう。はい、通します。うん、んでパスしましょう。はい、まあ相手がスライドかましてくるなら普通にブロック次すればいいので、うん、で次はエルムハート投げちゃって、 OK、 はいはい、でフォーチューン、エルムハート、森の静寂、あ、ごめんなさい、間違えました、まあ、順番間違えました、あ、ごめんなさい、まあいいわ、間違えました順番を、はい、順番間違えました。 OK、 GG、 イエス、はい、マッチングいたしました。お相手はソーラーかタムケンチという風な感じですね。まあここは大広場持ちながらバロール持っていきましょうか。でクイーンも持っちゃっていいかな。うーん、タムケンちょっとめんどくさいっすけど、まあしっかりいなしていけばいいかなという風な感じですね。いいね、まあ大広場も見えてるしレンジャーも見えてると、あーいいね、レンジャーも見えてるから、ここバロール出す必要もないかなと思います。ここパスしましょう。はい、まあお相手が何かしらユニット出してくると思うので、うん、ここはパスしちゃっていいと思います。で次大広場出しちゃっていきましょう。はいはいはい、カサカサカサと。 OKOK、 まあ大広場行きましょう。うん、悪くない。で、おバロール、ナイス、いいね。で空か、まあここは、はい、大広場行きましょう。静まりなさい。でパスと。 OK、 でパスでレンジャー行きましょう。でスライド、ナイス、いいね。レンジャー行きましょう。はい、一暴れしていただきましょう。ここはこいつ取っていきましょうか。でソラカをここで取れればいいかなと思います。パス、まあ、ここはじゃあ普通に行きましょう。はい、これでいいと思います。これで良きですね。はい、 OKOKOK、 でソラカ取れていく。で4号のスライド、あ、スライドじゃねえわ、はい、ついていく。でここでタムケンが出てくると。はいはい、ちょっとやですけどね、ここは。まあただチャレンジャーでかいつ、あいつかいつって言ったんですけど、あいつ取れるので特に問題はないかなと思います。はい、ここパスしましょう。はい、うん、んでここはクイーン案内に、ナイスだね。でソラか、まあここはじゃあどうしよっかな、ここ。まあ、ここパスしちゃっていいかなと思います。パスしましょう。まあ、多分パスしたらワイドもパスしてくると思うんですけど。難しい。ここ、パスしましょう。はい、パスします。うん、パスしていいわ。多分ワイドもパスしてくると思うから。オッケーオッケー。うん。で、ここの返しにしっかりと自分が動いていければいいかなと思います。で、焼き鳥ぶち出しましょう。はい、焼き鳥、ふよふよふよんと。はい。で、ワイドパスと。まあ、ここはレンジャー行きましょう。はい、レンジャー。準備はできてるよ、 準備はできてるよと。はい、でお相手はどうするか、タムケンで食ってくる。 OKOKOK、 はい、まあここはパスしましょう。 OK、 入りたまえ。うん、ここはバロール投げましょう。はい、
まあ、4マナのバフのカードがあるかもしれないので、ここはあまりアタックはしづらいという風なラインなんですけど、まあ、空か取ってってでいいかなと思いますね、ここ。で、お相手は、バイユー。ああ、食べると。オッケーオッケー、はい。ああ、まあ、どうしようかな、ここ。ダメ減らすのもありなんですけど、減らすか。これでいこう。ちょっとあんまりバロールが美味しくないんですけど。で、パスと。ちょっとやだな、そのパス。まあ、ここは3、4でいこう。まあ、4マナのあれがないことを願っていきましょう。これでいいと思います。はい、これでいいっす。うん。で、オッケー。もう回復のあれがないことを願っていくしかないですね、ここは。で、パスと。はい。まあ、スライドぶちかますってのもありだったかなと思うんだけどな、ここ。ちょっと難しかったかな。空か。いやマジか。これ何回復してる ?6? まずいな。レベルアップしちゃうから、まあここエルムハート投げるか。エルム行くしかないような気がするんだよな。3人のバフかけられて。まあここパスしてもいいな。パスしよう。星の光よ、前を向いて。オッケーオッケー、ここでブロックかまそう。これでいいね。うん、オッケーオッケー。で、上級戦員で出すよりかクイーンの方がいいような気がする。こうクイーン出そう。クイーン、はい。デマーシアの民は負けないよ。うん。で、ここはスライドと、はい、スライドします。スライドでうまく取れればいいかなというふうな感じですね、お相手のタムケン。で、お相手そこに対してバスティオンバフかける。レベルアップするのか。オッケーオッケー。で、クート。オッケーオッケーオッケー。ちょっと味見をするだけだ。まあ、あいつは取りますけど。で、ソラカが2体並ぶのか、ここ。吐き出されてソラカが並ぶと、ちょっとやだな、ソラカ2体並ぶの。ただここはしっかりとソラカを取っていった方がいいから、うん、1体でも。で、ソラカ取っていこう。はい、ソラカ取っていきましょう。これでいいね。うん、で、パスと。で、下鳴らしが入るんですけど、連結。まあ、ここ案内に行きましょう。はい、案内に行って、まあ、ここのタムケンがどういう風に食べてくるか、バフかかるカードがなければいいかなと思ってますけど、回復されたらもうアウトかな。ただ、食べる。オッケーオッケー。パスと、オッケー。どうしようかな、ここ。一気にバロールで駆け上がるっていうのもありなんだよな。流れは前に。まあこれでいきましょう。はい、これでいいっすね。いきましょう。はい、うん。ちょっときついな。ただ食われて、お相手食わない。じゃあここは上級戦に投げましょう。はい、上級戦に投げて召喚しましょう。はい、オッケー、4-2-3-2-2-2、オッケー。んで、パスと。ここは引きつけていくっていうのもありなんだけど、どうしようかな、ここ。休憩だと？仕事に戻れ！ここバロール行っていいな。バロール行こう。これバロール行きます。ここバロール行って、2-1引きつけていけば、ちょうどリーサル見えるんですよね。うん、こうバロール行きましょう。で、山盛り。なるほどね。なら、こっちでいいか。これでいこう。OK。で、クイーンレベルアップ。はいはいはい。駆け抜けていただきましょう。素早く飛び、素早く倒す。で、ここでどうするか。お相手、羽衣まんのか。OK、OK。
まあパスしましょう。 OK、 はい、んでパスと、まあ下流しがマジでやだな。ただここからで、ここまだ自分が勝ってるってポジションなので、でクイーンにバリア張りましょう。ここもし下流しが早いかどうかちょっと分かんないけど、あると吸収する、回復する。で羽衣で下流し打つと、オッケーオッケー、食われるか。まあ仕方ないですね。ここはんで、まあ、ここはスティール出しましょう。だからここパスしていいな。パスするわ。うん、パスします。でアタックしてくる。ご一緒願えるかな、星の子よ。これでいいかなと思います。はい、ここで2マナの回復系がなければ大丈夫なんだけど、あるか。あー冬はあんのか。なるほどね。オッケーオッケー。でここはパスしましょう。はい、パスしていいと思います。うん、パスします。守ってやるよ。であいつ消えるでしょ。しっかりな。で大広場、あ大広場いいな。エルムハートぶち投げて、でバリア張ろう、こっちに。力を貸す。はい、エルムハートぶち投げて、でバリア張るわ。先に食べてくるか分かんないけど我慢。オッケーオッケー。でこれはバリア。オッケーオッケーオッケー。で我慢。でここは避けてエルムハートで引きつけて、これでいきましょう。オッケーですね。はい、うん、オッケー。ジジイイエス。